アウトローの世界へようこそ。ナビゲーターを務めさせていただきます。象座と申します。チャンネル登録、お願い申し上げます。まず、最初に、ウリタ淳史さん。ブレイキングダウン勝利おめでとうございます。勝利の夜のライブは、盛り上がっていました。祝いのスパチャも飛び交い、王者の風格を漂わせておりました。 造座、タイトルに売田さんだけを祝わないとあるが、いきなり祝ってるじゃんと言われそうですが、売田さんだけではなく、皆様を祝いたい気持ちなのです。そういうのには理由がございます。丸出し良太さんも YouTube をされております。その、良太さんは、売田さんとの対戦を YouTube で語っております。売田さんは、 対戦相手の YouTube にコメントを残しているのです。勝負ごとには必ず勝ちもあれば負けもあります。けれども、対戦相手への気持ちを表している売田さんのお気持ちを考えると、私はお二人ともに祝いたく思います。再戦やコラボ動画が見てみたいと思います。りょうたさんの YouTube は本は知りた感じの動画となっており、 アウトローにどっぷり使ってアウトローデトックスをしたいときに本当に最適となっております。概要欄にありますので一度ご覧いただければ幸いです。そして松ももさんです。プロレスラー相手に打撃戦で互角の争いをしておりました。どっちが勝つか微妙なラインでしたが1対2で敗れてしまいました。 この判定からほぼ互角だったことが伺えます。松桃さん、素晴らしいファイトありがとうございます。そして、私の脳裏にはどうしても、アウトサイダー時代のタイソンさんたちがいた風景が浮かんできます。もしもですが、ブレイキングダウンにたく、四角闘技をアウトロー YouTuber を軸として行ったらと想像してしまいます。注目したいカードは、 やはり、工藤秋夫さんと内藤さんです。体重や体格を考えると、内藤さんと楽んさんとなりそうですが、選挙などで忙しくなりそうですし、肉体を作り上げるにも時間がかかると思います。駒の会長は誰とがいいでしょうか内藤さんとの試合も見たいですが、体重差、体格差があるので、ワルビッシュさんはいかがでしょうか 絶対にファルビッシュさんも強いので、とてつもないバトルになりそうに思えます。総合格闘技を習得している佐々木さんは誰とが良いでしょうか私には想像がつきません。個人的には内藤さんのトレーニング動画も見たく思います。トレーニング日のルーティン的な動画です。走っている最中は手ぶれなどもあると思いますので、 始まりと終わりを撮影し、ガーニンやアプリで何キロを何分ペースで走った。その後に筋トレ、シャドウ。これをライブでやると間延び感が出てしまうし、対話ができないので編集したのが見てみたいです。おそらく誰かが場所を提供し、告知をしたら一気に広まっていくように思えます。というような妄想をしてしまいましたが、 ウ田さんおめでとうございます。そして、良ョさん。素晴らしいファイトをありがとうございます。また、戦った皆様、ありがとうございます。それでは、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。また、お会いしましょう。ご視聴、ありがとうございます。